エリック・アブラハムソンは、スウェーデンの男子陸上競技選手、アイスホッケー選手である。彼は1920年に開催された、アントワープオリンピックの総幅跳びで、銅メダルを獲得した。アブラハムソンは1914年に、ストックホルム県のセーデルテリエの、スポーツクラブ、セーデルテリエ SK で、番組競技を始めた。後に彼は1921年に、 アイスホッケー選手の道に進み、スウェーデンのアイスホッケー代表チームメンバーに選ばれている。同じく1921年にはアイスホッケーヨーロッパ選手権で優勝した。アブラハムソンは陸上選手としても活躍し、1920年のアントワープオリンピックでは総幅跳びに出場した。8月17日に行われた予選で6メートル86センチの記録で2位につけた。 彼は上位6人が進出する決勝に進出した。翌日の決勝では7メートル8センチの跳躍で3位となり、同じくスウェーデン代表のビリアム・ペテション、アメリカ合衆国代表のカール・ジョンソンに続いて銅メダルを獲得した。彼はスウェーデン国内選手権の総幅飛び競技で1921年から1923年にかけて3回優勝している。なお 彼の兄、カール・アブラハムソンもアイスホッケーの選手であり、1928年に開催されたサンモリッツオリンピックのアイスホッケー競技で、スウェーデン代表チームの一員として銀メダルを獲得している。アスレチックス・アット・ザ・1920・アントウェル・ペン・サマー・ゲームズ・メンズ・ロング・ジャンプ。ありがとうございます。